では締めていきます。はい、で、ね、背中さらしてもらうと、ここを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 、硬いね。ここを、ここを、ここを、ここがガチガチです。うん、でどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じで、この辺がね、しっかりガチガチになってます。でそれを今から生肉に戻していきますからね。はい、でその生肉に戻していくんですが、その過程がとっても痛いです。うん、でこの背中の疲れってね、足の疲れから上がってきますから、うん、しっかり緩めていきますからね。はい、はい、ではね、さっといきますよ。では、今からが本番です。頑張ってください。こんな感じ。いや、ちょっと待って。この疲れがこう上がっていって、まあ、腰の股関節の疲れになっていくんですね。ね、皆さん、YouTube で痛がってるとか、本当にね、痛かったっていうのがね。では足を固定しますよ。ここ。別に痛めつける治療、施術をしてるわけじゃないですか。こんなとこ押されたくないかも。この筋が硬くなるとやっぱ股関節によく効くんですね。はい、足を押しますよ。ここでは反対に座っていきますね。
なってたでしょ。リアル体験。絶賛リアル体験中だね。近にいる近にいる、そう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 、あ、硬いな、股関節固まってきてますよ。うん、じゃあ、後でここしますね。はい、ここ、ではね、今からね、太もも触っていきますよ、はい、ここ。これがね、股関節とか足の疲れによく効くとかね。
思ったより足が硬いので、結構足にちょっと時間かけますね。はい。